この店はもうすぐ開くか？あ、まだ準備中なんですけど。あら、赤ちゃん、かわいい。1歳くらいかな。男の子ですか？ああ、な、ハルト。あら、パパ以外の人は嫌い？いや、パパってわけじゃねえんだ。あ、もしかしてお孫さんでした？孫？そうか、そういうふうにも見えるか。いや、それより店が開くなら一杯いいか？ええ、まだ少し準備かかりますけど、どうぞ。キヨちゃん、なんならそいつは。お客さんでしょ。南雲くん、お店開けるからもうそろそろ帰って。どうぞ、気にしないで座ってください。あ、そうだ、赤ちゃんにも席を作ってあげなきゃ。のう、あんた、どっから来た？よそもんじゃろ。東京からだ。ほう、東京か。ほうかほうか。ほいじゃが、東京もんがこんな田舎に何の用じゃ。観光には見えんの。お客さん、よかったらこの中に赤ちゃん寝かせて。ちょうどいいのがあったから。どう、気に入った？かわいいね。すまないな、ママ。いいのいいの、こんなかわいいお客さん初めてだから。普段来るのはろくでもないのばっかり。ろくでなしっちゅんはわしんことか。こん店は常連のお客様に気遣いがないの。南雲くん、タバコ消して。赤ちゃんに悪いでしょ。それにそろそろお仕事なんじゃない？お仕事なら今しとるわ。うちの島に来る怪しいよそ者を監視しとる。おう、東京もん、名前は？桐生だ。俺は別に怪しいもんじゃない。バカだれ、怪しいか怪しくないかわしが決めるんじゃ。黙っとれ。いい加減にして。ほら、もう行って。この店では誰がお客さんかは私が決めるの。釣りはいらん。気に食わんの。ヤクザに話しかけられても顔色一つ変えん。疎外な男がガキを出しにわしのキヨちゃんをたぶらかしとる。誰が誰のものだって？何見とるんじゃ、踊れ。酔って仇に喧嘩うのが大したヤクザだ。なんじゃとこれ。表出ろ。あんたがいちゃ美人のままと話せやしない。お客さん、警察呼びましょうか？いいんだ、少し酔いが覚めりゃおとなしくなんだろう。少しの間ハルトを頼む。おーし、上等じゃ。気に入った。たっぷり可愛がったろ。ぶち殺したろ。